なんでこんなもんがここに。アキト、どうしたの？あ、こいつを見つけてな。これって、つまいや？なあ、前に出たイベントのやつだ。そうなんだ。あれ？でも、ビビットバットスクワットって書いてないよ。まあ、昔のイベントだからな。こいつは、中学の頃、俺が一人で出たイベントのフライヤーだ。あ、それってもしかして、前にルカたちが言ってた。あ、クロールグリーンに泥を塗っちまった。あのイベントだな。もしかすると、世界に、俺が苦しんだ時の思いが反映されてんのかもしれねえな。俺は、歌うようになる前はサッカーやってて、そんで挫折した。で、お次は散々な出来だったイベントのフライヤーだ。ああ。そう考えると、俺はつまずいてばかりだったな。最初はサッカーだ。覚悟がなかったことを思い知らされた。ラッドウィーケンドを見て、歌うって決めてからも、思うようにならねえ。くだらねえ言い合いの末に、大事な場所にまで泥を塗った。当夜に出会って、死に物狂いで練習しても、全然足りなくて、観客に馬鹿にされて。今はようやく力がついてきたが、本当に、うまくいかねえことばっかりだった。そう考えると、アキトって本当にすごいよな。あ？なんだよ、急に。だってさ、アキトは、ずーっと苦しい思いしてきたのに、それでも頑張って、頑張って。今じゃ、街中のみんなに火をつけちゃうくらいの歌が歌えてるでしょ？それって、本当にすごいよ。おだてても何も出ねえぞ。でも、私の弦の言う通りだなって思った。え？私、アキト君くらい苦しい目に遭ってたら、絶対途中でダメだってなっちゃうもん。そうだよ。簡単にできることじゃないって。アキトはさ、そうやって、自分の道を切り開いていったんだ。それってやっぱりすごいし、かっこいいよ。かっこいいか、そんな風に考えたことはなかったな。俺はそうするしかなかったから続けてただけだ。超えるって覚悟決めたくせに、半端な真似をしたら、俺が俺自身を許せねえ。だから、立ち止まれなかった。それに今も、俺は自分を、かっこいいとは思えねえ。なんせ、道半ばだ。前より成長したっつっても、まだ夢を叶えられたわけじゃない。だが、あの時俺は、俺のすべてを乗せる歌を見つけた。おかげで、町の奴らに火をつけることもできて。あいつらとも、肩を並べられるようになった。そんな気がする。なら、レンの言うことも、間違いってわけじゃねえのかもな。あれ？ねえ、アキト、壁見て。なんだ？
木の壁に白い枠が書いてあるんだ。さっきまでなかったのに。あ、ほんとだ。それに、あれ？なんだか、サッカーのゴールの形みたいじゃない？サッカーゴール？確かに、この大きさはそうだな。だが、どうしてゴールそのものが出てくるんじゃなくて、壁にゴールが書かれてんだ。これじゃまるで、ここに蹴ってこいって言ってるような。レン、そのボール、こっちにパスしてくれ。え？どうして？景気づけだ。俺は、俺の苦しかった過去の思いから、こいつやフライヤーができたと思った。だが、それは違うのかもしれねえ。俺は苦しみながら、道を切り開いてきた。苦しみだって糧にして先に進む。そういう思いで生きてきた。ここに反映されてるのは、多分、その思いだ。だから壁にゴールがある。挫折も苦しみも全部、あの壁を壊すための糧にしろってな。この先も、俺の人生には、きっとでかい壁がある。だが、どんだけくじけても、立ち止まらない限り、いつか道は開ける。だから、死ぬ気でこじ開けていくために、気合い入れようって思ってな。いや、これは普通のミドルシュートだぞ。でもすごいスピードだったよ。さすがアット。たく、いちいち大げさだな。の、おい、今なんか音がしなかったか？なんか硬いもんが割れたような。ああ、ここ、壁にひびが入ってる。の、本当だ。アキト、本当にトルネードシュート打った？いや、さすがにこの程度でひび入るわけねえだろ。でも、入ってるよ、ひび。一体、どうなってんだ？